こんにちはでございます。佐藤千尋です。前回は龍神のメカニズムという作品についてちょっとお話しさせていただきましたけれども、長かったですね。ちょっと長いな、これは自分でも見ないなと、反省しちゃいまして、今日は少し短めにまとめてお送りさせていただきたいと、よろしくお願いします。今日はですね、この2つの作品を紹介してみたいと思います。森の中に昇る朝日をイメージして描いてます。水晶の絵シリーズの一つで、2つとも絵柄がとってもよく似てるというか、ほとんど一緒にも見えますけれども、作者的には微妙に違います。共通するところから見ていきたいと思うんですけれども、季節は初夏か夏。朝、深い森の中から朝日が昇っていく。その光が眩しい。そういう情景です。意味合い的には明るさなんですね。それから明るさに伴う希望のようなもの。青空の中に強い光を放つ太陽の光、ちょっと楽しげな場所の朝日である。これから何かが始まるんじゃないかという期待感、ワクワク感、すがすがしさ、生命のエネルギー、そういったようなものを予感させます。ちょっと寄ってみましょうね。これはスクエアの3号といって、額縁込みでだいたい31センチ四方ぐらいです。この額縁はですね、貝殻でできています。貝殻を貼り合わせてできています。すごいこれもキラキラして、綺麗な額です。水晶の絵ととてもよくマッチしています。水晶はですね、その場の気を浄化させてくれるというような、言い伝えとか意味合い持った石なんですけれども、本当にこの貝殻の優しさと水晶の清らかさがうまくマッチしてると思います。左のフォレストサンライズは若干筆のタッチが太めですよね。そして右の方は細かい筆で描いてます。いかがでしたでしょうか。今日はフォレストサンライズの2部作をちょっとご紹介いたしました。2020年9月28日月曜日から10月4日日曜日まで銀座ギャラリーあずまというところで佐藤千尋の個展があります。ぜひその場で実物を鑑賞してみてください。また新しい発見があると思います。